西洋タンポポ。西洋タンポポ。西洋歩行栄。学名は、キクカタンポポ族の多年層である。ヨーロッパ原産のキ化植物。環境省指定幼虫以外来生物。日本の侵略的外来種ワースト100に選定されている。日本の在来種とは、外側の双方のソル点が異なる。ヨーロッパ原産。北アメリカ、南アメリカ。 南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、インド、日本に外来種として移入分布する。あまり季節を問わず、黄色い雪上花を長い期間にわたって咲かせる。額のように見える部分、双方辺が開花時に反り返ることで、花に沿って固く閉じる、在来種とは区別できる。ただし、在来種も花の森を過ぎると双方が反り返るので、注意を要する。 葉は、虚子状やう状に、新裂するが、変化が大きい。生育型は、ロゼット型となる。葉や茎を切ると白いゴム質の乳液が分泌され、これによって、虫に食べられるのを防いでいる。アレロパシー作用を持つと言われている。根茎による、繁殖力が強く、どの部分の切片からも出芽する。西洋タンポポには、 有性生殖を行う二倍体と無融合生殖を行う三倍体があり、日本に定着した西洋タンポポは三倍体で、単ため生殖で種子をつける。つまり、花粉に関係なく、種子が単独で熟してしまう。そのため繁殖力が強く、都市部を中心として日本各地に広まり、特に近年の格乱が多い地域を中心に分布を広げ、現在ではほぼ、 日本全国に広がっているが、古くからの田園風景の残る地域では、在来種のタンポポが勢力を持っている。そのため、都市化の指標生物になると言われている。ヨーロッパのタンポポの分類には、諸説あり、タンポポ属だけでも種数は400種とも2000種とも、言われている。日本に侵入、定着している外来種タンポポは、西洋タンポポ以外に、赤身タンポポ。 ターキシュカムリービガートムが知られている。しかし、これら西洋タンポポや赤身タンポポについては、ヨーロッパでは多数の種を含む不死レベルの類群として扱われており、種としては考えられていない。また、最近になって、日本では西洋タンポポを含む外来タンポポと在来タンポポの雑種が発見され、新たな問題として注目されている。西洋タンポポは、 無融合生殖と呼ばれるタンたタめ発生であり、不完全な花粉しか作らないので雑種の形成はあり得ないと考えられていた。ところが、西洋タンポポの作る花粉の中に N や 2N の染色体数のものができると、在来種のタンポポがそれと受粉して雑種ができる可能性があり、現にそれがあちこちに生育していることが確認れた。日本の西洋タンポポの8割以上は、 在来タンポポとの雑種との報告がある。このような雑種では、双方は中途半端に反り返るとも言われ、その区別は簡単ではない。雑種は、反曲した双方辺の先端に、コブ状の突起があり、また双方辺の縁の毛も多い傾向があると言われている。近年は、在来タンポポのように双方が反り返らない、偽関東タンポポ、ターアクセク SP と呼ばれるタンポポが、 関東地方を中心に確認され、雑種もしくは別系統の外来タンポポとする見解がある。こうした分類の混乱や交雑の問題から正確な種の実態はまだよくわかっておらず、これまで西洋タンポポとされていたものでも実際は複数の種が含まれている可能性が高い。そのため近年は外来タンポポ群、タキシカム SPP として 一括りに扱われることが多い。日本では1904年に北アメリカから北海道の札幌市に導入され、全国に広がった札幌農学校のアメリカ人教師 W.P. ブルックスが野菜として持ち込んだという説がある。当初は外来タンポポが日本の在来タンポポを駆逐していると考えられていたが、多くの場合、外来タンポポと 在来タンポポは住み分けていることが分かった。虹林では在来タンポポの割合が多く、造成地や市街地では雑種タンポポ、特に四倍体雑種がほとんどを占めるという分布傾向がある。しかし、自然度の高い場所に外来タンポポが侵入した場合、在来のタンポポ類と競合、駆逐することが危惧され、北海道霊文島、島根県沖諸島、長野県上高地では、 駆除が行われている。現在の日本に定着している西洋タンポポを含む3倍体の外来タンポポは在来タンポポとの間に交雑が発生しても遺伝子汚染にはならない。一方で2倍体の外来タンポポが侵入した場合同じく2倍体の在来タンポポと遺伝子汚染を引き起こす可能性がある。古くからヨーロッパや中東では食用に供されており 多少の苦味があるが、サラダなどにする。また、根を乾燥させていったものが、コーヒーの代用品、タンポポコーヒーとして知られており、食欲増進や、肝機能向上に効果があるとされる。アメリカ合衆国の一部では、花弁を自家製醸造酒、タンポポワインの原料として用いる。薬草としては、利尿、貧血、黄断、神経症、血液の浄化に効果があるとされる。 乳液は虫除けや民間療法のイボ取りに用いられる。花からは黄色や緑色の染料が取れる。遺伝の法則の発見で有名なグレゴーリオハンメンデルはエンドウ豆を材料に遺伝法則を発見したが、彼がその次に選んだ材料は西洋タンポポだったという。ところが西洋タンポポでは両親の形質に関係なく種子を作る側の形質が発現するため、 大いに悩んだと言われる。西洋タンポポには、単独株で種子を作り単ため生殖により発現する種と、10分の後輩により、両親の形質が発現する種があり、現在でも十分に解明されていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。